休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番10番坂口君、10番坂口君。議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、一般質問を始めさせていただきます。ご承知のように、新任の議員でございますので、不手際等ございましたら、どうぞご容赦、また先輩の諸議員におかれましては、どうぞご教示をお願い申し上げます。今回、私がお尋ねしますのは、大きく分けて2項目になるんですが、いずれも共通するテーマは、橋本氏の対外的な広報戦略の話になろうかと考えております。まず、大きな項目1つ目なんですが、人口減少問題における本市の取り組みの現況、その対策について、具体的にどのような取り組みがなされているのか、現況の取り組みをご紹介いただきまして、中長期的にその成果を期待できるのかどうか知りたいと考えています。先月の8日に日本創生会議が発表した試算によりますと、2040年、平成52年には若年女性の流出により、全国の896市町村が消滅する危機に直面すると。まあ、これは机上のデータだと、もはや安易な楽観論を論ずる時期ではないと考えております。消滅可能性の割合が最も高かったのは、秋田県の 96.0%、次いで青森、島根、岩手と続いているんですが、和歌山県でも 76.7% の割合で、市や町が消滅するという試算になっています。で、橋本氏では、人口移動が収束しない場合、2040年の人口が4万5550人という試算になっておりまして、ご承知のように、この橋本氏の本市の人口は平成18年の合併時から起算しまして、7万人をすでに割り込んでおりまして、毎年300人から500人前後の幅の中で人口の減少が進んでいます。で、こうした日本創生会議の試算を当局はどのように受け止めておられるのか、お尋ねしたいと思います。で、本市においては、人口減少問題に対しては、子育て支援や移住・定住の促進、新婚世帯への住宅補助、婚活支援などに至りまして、これまでさまざまなアプローチから取り組みがなされているんですが、その対策の一つとして、1、企業誘致による雇用の創出は、前市長から引き継がれ、本市の主要施策の一つと考えております。では、その企業誘致は本来、どのような目的で始められたものなのか、改めてここでその目的を伺います。そして現在までの企業誘致の実績をお示しいただきまして、その中で誘致した企業数をはじめ、その従業員の社員数、市外からの赴任社員数、どのような世代の社員が赴任してきているのか、さらに地元雇用者数、その地元採用の社員は正社員なのか、非正規なのか、その割合もお示しいただきたいと考えています。また具体的に法人税や固定資産税は、これまでの企業誘致実績によって、どのくらい税収面での収入の増加を期待できるんでしょうか。今後、綾野台北部用地についての構想を含め、これから本市が取る企業誘致の指針、つまりどれだけの予算を段階的に今後投入していくことになるのか、その見通しについてお示しいただきたいと思っています。2です。これは地元雇用面での現状を知りたいと考えているんですが、若年者雇用についてです。人口動態調査によりますと、社会増減の転出者数を見ますと、平成23年度1842人、平成24年度では1668人という数字になっています。で、この相当数が20代の若年者の流出が大部分を占めているのではないかと推測されます。日本創生会議の発表でも、若年女性の都市集中、人口移動が指摘されています。橋本市での現状を鑑みますと、市内すべての中学の、例えば1学年の生徒数、言い換えますと、毎年卒業する生徒の数が500人から600人前後で、高卒で市外の事業所に就職するケースも勘案しまして、
これら生徒のほとんどが橋本市から他府県の大学に進学し、そのまま大学や首都圏など県外の企業に就職をして橋本市を離れるケースが非常に多く見られます。つまり都会への人口移動になるんですが、本市としてはこの現状をどのように考えておられるんでしょうか。高校や大学の新卒者が希望すれば橋本市で就職をできる可能性を少しでも作るため、 U ターン、I ターンの就職支援事業を本市としてできないか提案したいと思います。当局として人口減少問題に直面する中で若年者雇用に対する取り組みをどのようにお考えでしょうか。それから先ほどの丸一の誘致企業に対してなんですが、積極的に中途採用も含め新卒者などの若年者の採用枠を確保してもらえないか、行政として交渉することは可能なんでしょうか。さらに他府県の大学に在籍し就職活動をしている橋本市出身の新卒者に対してきめ細かく橋本市にある企業の就職情報を提供するという橋本市に特化した就職情報サイトを制作し、橋本市のホームページに掲載あるいはリンクできないかお尋ねします。それから ③ ふるさと教育についてです。 U ターン就職を少しでも促進させるためには地元橋本の良さを若い世代に伝え、故郷を愛する心を育むふるさと教育が何より大切だと思うんですが、現状市内の小中学校ではどのような取り組みがなされているのか、さらに橋本市で生きがいを持って働いていらっしゃる若い世代の魅力的な働き方をさまざまな方法で紹介するなど実のあるキャリア教育を推進すること、その方法について教育委員会としてはどのようにお考えなのかお示しいただきたいと思います。それから ④ です。定住移住促進のためのあるいは地場産業の活性化のためでも構わないんですが、根幹的な本市の PR 方法について、市長は本市を全国世界に売り出すという方法を提示されていらっしゃったんですが、本市の何を世界ではどの国と地域をターゲットに、どのような広報ツールと営業ルート、販路で本市を売り出していただけるのか、具体的にお教えいただきたいと思います。その情報発信ツール手段は極めて重要だと考えているんですが、現在本市の魅力を発信するための広報ツールはどのようなものがあり、現状でどのような運用がなされているのか、さらに今後どのような中長期的な広報戦略で本市を PR し定住移住を促進していくのか、当局としての方向性も併せてお示しください。以上が大きな項目の一つ目の質問になります。続いて大項目の2つ目、前畑秀子氏生誕100年記念事業と岡清氏記念館の建設事業についてなんですが、岡清氏記念館については昨日11番議員がすでに質問されていますので、ここでは割愛させていただきます。前畑秀子氏は本市の名誉市民でいらっしゃいまして、ご承知のように日本のオリンピック史上に残る偉業を達成した選手になるんですが、前畑秀子氏生誕100年記念事業について、その事業の詳細を改めてお教えいただき、本市として生誕100年記念事業にふさわしい事業として計画されているのか、また当局としてこの事業をどのように認識されておられるのかも併せてお伺いしたいと思います。質問は以上ですので、一つ目の大きな項目からご答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。10番坂口君の質問項目1、人口減少問題の対策に関する質問に対する答弁を求めます。企画部長。1点目の企業誘致の目的についてお答えします。本市は若者が定住できるまちづくりを目指し、雇用の創出のため、平成17年より本格的に企業誘致に取り組んでいます。本年5月現在、27社と進出協定を締結し、20社がすでに創業を開始しています。また、別に2社が用地を確保しており、
今後協定が締結されますと総数29社となります。企業誘致による税の増収実績ですが、進出協定締結済み企業27社のうち、平成26年度都市計画税を含む固定資産税課税額は25社で6,988万1,100円、直近の法人市民税課税額が1,458万2,300円であり、合計8,446万3,400円となります。ここから本市が企業に支払った奨励金617万円を差し引いた7,829万3,400円が増収実績となります。次に地元雇用につきましては、進出協定を締結した27社の採用計画では、419名の雇用が見込まれます。実績としては、現在、本市にて創業中の20社の全就労従業員464名のうち、新規で地元雇用された正社員数は96名、非正社員数は128名で、計224名となっており、このうち就業のため本市に転入した従業員は10社で31名となっています。また、464名の従業員の年齢別構成は、20代が 25%、30代が 34%、40代が 23%、50代が 14%、60代以上が 4% となっていますが、本市に転入した従業員の年代は現在のところ把握していません。今後の企業誘致の見通しにつきましては、過去からの企業訪問などの取り組みや、京奈和自動車道の開通、並びに現在の経済状況から着実に成果を上げることができると考えます。次に2点目の若年者雇用の必要性の認識についてお答えします。活気あるまちづくりには、若者の定住できる雇用環境が必須との判断から、本市は企業誘致に積極的に取り組んでいます。議員ご提案の若年者の U ターン就職支援のため、誘致企業に対して新卒者、あるいは若年者の中途採用を要請することは可能ですが、誘致企業の傾向としては、比較的即戦力となる人材を中途採用するケースが多いというのが実態です。しかしながら、市内で育った若者が大学卒業後に U ターンにより本市で就職し、定住いただくことは活気あるまちづくりの観点からは大切であると考えますので、今後、誘致企業に対し働きかけていきたいと思います。次に、市のホームページに企業の社員募集、就職情報サイトを掲載できないかとのご提案ですが、まず、企業の社員募集については、個別企業の求人情報を公共性のある市ホームページに直接掲載することは困難と考えますが、誘致企業名一覧から各企業ホームページにリンク付けをすることはできますので、そこから U ターンを希望する若年者等が誘致企業の採用情報を得ることは可能です。また、就職情報サイトの掲載ですが、すでに和歌山県が和歌山就職ガイドというウェブサイトを開設し、UI ターンのための県内求人情報をタイムリーに掲載しており、またハローワークをはじめとした関係機関と連携し、若者の就職を応援する目的で、ワンストップセンタージョブカフェ和歌山を設置しています。本市に特化した取り組みではありませんが、これらのサイトを利用するよう誘致企業に働きかけることで、企業の採用募集時には本市に U ターンを希望する若年者に情報提供をできると考えています。本市が企業誘致を本格的に指導して以来、進出協定締結企業が27社、うち20社が創業開始しておりますが、1社あたりの計画採用人員が平均15人で、特に若年層の正規採用はまだまだ少ないのが現状です。今後、本市で若年者の U ターンによる就職がより多くなるよう、誘致企業に対し積極的に要請していきますので、ご支援のほどよろしくお願いします。
次に4点目の定住移住促進のための本市の PR 方法についてお答えします。まず何をどこにどのような方法で売り出していくのかについては、柿、巨峰ぶどう、ハタゴボウ、マッシュルームなどの農産物及びその加工品は、県と JA が共同で開催予定しているシンガポール、台湾、香港での店頭販売活動に本市も関わっていくとともに、国内でも首都圏 PR イベントや国内外のバイヤーが参加する見本市などにも参加していきたいと考えています。また、パイル織物などの工業製品に関しては、海外バイヤーとの商談会や、紀州繊維組合の単独東京展示会の開催などに本市として支援したいと考えています。このような産業支援を行うことで、企業の雇用促進や収益向上を図れるとともに、本市自体の PR にもなり、本市への定住促進につながることを期待しています。次に、本市の魅力を発信するための PR ツールについては、現在、市ホームページ、Facebook、定住促進パンフレットがあります。運用につきましては、市ホームページや Facebook は、市の行政情報や市内のイベント情報を即座にかつ広範囲に発信するための手段としては有効であり、ほぼ毎日更新し、最新の情報を市内、市外を問わず発信しています。定住促進パンフレットは昨年度、2種類作成し、新婚世帯住宅取得補助金や子育て施策などの行政情報、地域資源、特産品などの情報などをまとめ、本市を訪れた方が少しでも本市に興味を持っていただくため、駅や市内の宿泊施設、観光案内所など数か所に設置しています。また、市外、特に南海電鉄沿線の在住の方に対して、本市の魅力を知っていただき、橋本市が今後、定住・移住の一つの選択肢となることができるよう、難波駅や境東駅にて、主に20、30代の若者世代を対象に当パンフレットを配布しました。来年度については、紀伊国和歌山国体が開催され、県外から多くの方が本市を訪れます。また、隣の高野町では、高野山開創1200年記念大法会が開催され、こちらも多くの方が本市を訪れる契機となります。これらを好機と捉え、本市の定住促進のためのシティセールス活動を行っていきたいと考えています。また、中長期的な定住促進に関する PR 戦略については、現在検討中であり、費用対効果も検討した上で取りまとめていきたいと考えています。教育長。3点目の、ふるさと教育の推進についてお答えします。まず、橋本市を離れ、都市圏で就職する若年者の具体的な人数など、実態を把握できているかとお尋ねですが、市としては正確には把握しておりません。次に、生まれ育った地域の良さを伝え、ふるさとを愛する心を寛容するためのキャリア教育について、現在、どのような取り組みがなされているかについてお答えします。橋本市の教育目標に、橋本市に誇りを持ち、これからの社会を担う活気と責任、自覚ある人づくりを進めるとあります。地域社会における結びつきや連帯意識が希薄化する中、幼い頃からの人間形成の場であるふるさとを知ることは、郷土に対する自信と誇りを持つとともに、郷土を見つめ直す機会となります。学校では、橋本市にある多くの教育資源を学習活動や体験活動に積極的に取り入れ、地域の素晴らしさに気づき、郷土を愛し、守り、育てる意欲や態度の育成を目指すふるさと教育を、総合的な学習の時間や道徳の時間、また生活の時間を中心に推進しています。
また単に職場体験だけではなく、橋本市で活躍している若い世代の魅力的な働き方を紹介するなど、実のあるキャリア教育を推進することは可能かとのおただしですが、中学校では生徒が将来への夢や希望を持ち、前向きな生き方ができるよう、卒業生などの人材の活用など、生きた教材を使って進めていますので、ご理解願います。少子化傾向の中において、今以上に自分の生まれ育ったふるさとを知っておくことは、地域への帰属意識、ふるさとへの愛着を高めることにつながり、必要なことだと考えています。そのために、現在、ふるさと学習副読本の作成に向けて準備しているところです。準備しているところですので、合わせてご理解のほどよろしくお願いします。10番坂口君、再質問ありますか。10番坂口君。ご答弁をいただきまして本当にありがとうございます。また企業誘致におきましおかれましては本当に詳細なデータを収集いただきまして本当に参考にさせていただいております。冒頭申し上げました日本創生会議、20代30代の特に若年女性の人口の流出、人口減少問題と私冒頭も申し上げたんですが、これ橋本市にとりましては人口の流出問題になるんですよね。昨日実は企画部長が、橋本氏はこれ以上はもう人口は増えないんだから人口をどのようにしてこう減らすのを抑えるのかというようなご答弁もございましたけれども、まさにその通りだと思います。そのためにはまずしっかりとした情報を収集しながら、まず行政として動けるところは動くというようなスタンスをお取りいただきたいという思いで質問をさせていただきました。日本創生会議の発表でございますので、20代、30代の女性の流出なんですが、確かにね、この橋本市、街を歩いていましても、お店に入っても20代、30代の女性、少ないですよ。さっき教育長もご答弁をいただきましたけれども、若年女性、特にこの街を巣立って、そして大学を出て、このふるさとに帰って、どこかでこう働けるところ。私の周りにとりましても、それはね、やはり市役所の職員だったりするのが多いんですよ。私、同窓会の幹事やってますけれども、ほとんどが7割、8割、もう県外の人ばかりです。特に女性なんかはそうです、お嫁に行きますから。ですが、やっぱり橋本市でも仕事ができる、そういう選択肢をぜひ作っていきたいというふうに考えております。あまり細かいことは聞きたくはないんですが、先ほど企画部長からですね、U ターンの和歌山県でもこの就職ガイドを、やってるじゃないかというお話もあったんですが、橋本市の企業はその中で何社ぐらい出ているんでしょうか。企画部長。申し訳ございませんけれども、その資料を持ち合わせておりませんので、後ほどお答えさせていただきます。10番坂口君、はい、結構でございます。1社のみです。中途採用の採用枠、高野口にあります織物会社1社のみが掲載されております。新卒者の採用枠はありませんでした。実は和歌山県の U ターン I ターン就職企業合同説明会というのが先日の日曜日、梅田の阪急グランドビル26階の会議室で ありまして、橋本市の企業が出ていましたら、私もいろいろとちょっと事情等をお伺いしたいと思って伺ったんですが、こちらでもやはりその橋本市の企業はありませんでしたね。30社出展していたんですけれども、ありませんでした。これは和歌山県の労働政策課と和歌山労働局が主催しているものなんですが、和歌山県の U ターン、I ターンの就職企業合同説明会です。たくさん来てましたよ。1時から開かれていたんですが、もう会場と同時にリクルート姿の学生さんがたくさん来られていました。聞くところによると、学校の大学の就職課から案内をされて、来たということなんですが、たまたま聞いた学生が橋本市の男子学生でございました。橋本駅から歩いて15分のところに家があるという男子大学生、まだ就職は決まっていないということで、U ターン、ふるさとに帰ってきたいという思い、家からできれば通勤できるところで、職を探したいと、そんな話をしていました。まだ就職は決まっていない男子大学生です。
やっとのことで和歌山県のふるさとは U ターン I ターン就職企業合同説明会に来て、橋本氏が出展されている企業はなかった、本当にがっかりをされていた、ようなんですけれども、ぜひですね、今企画部長がおっしゃったように確かに出てますよ、和歌山県の就職ガイド確かにあります、私も見てますけれども、なかなかね、他府県の特に東京やあるいは大阪の大学に就職をしながら、橋本市で就職をしたい、さっきお話を申し上げました橋本で就職をしたいという学生にとりましては、情報の収集が非常に困難なんですね。ハローワークで求人情報を取るか、あるいはリクナビマイナビといった就職情報サイトを探してもなかなか橋本の情報はありませんよ。そうするとどうするか、もう実際に橋本に帰ってきて本当に企業一軒一軒訪ねるか、あるいは誘致した企業のホームページを見ながら、新卒者の採用枠があるかどうかないか、そんなことを探すしかないじゃないですか。おっしゃるのはよくわかるんですけれども、本当にね、本気になってね、今申し上げたように20代30代の若年女性人口流出しているんですから、これはね、もう机上の空論ではもう済まされないんですね。放っておいたら本当に橋本氏もえらいことになります。そんな危機感を持って今回質問をさせていただきました。もう本当にそういう大学生、橋本氏に帰ってきてもらいましょうよ。おっしゃったように、教育長がおっしゃったように、夢を追いかけてね、東京大阪の大手の企業に就職する、これもいいと思います。ですがやっぱり家庭の事情で橋本氏に帰って来らざるを得ないような学生、この学生にはやっぱりね、情報が必要なんですよ。その情報の提供の仕方、私先ほど若年者就職支援事業なんていうようなことを申し上げましたけれども、お金がかかることですから、これはね、何も補助金、企業に補助金を出して新卒者の採用枠を確保してもらいたいと、そんなことを申し上げているつもりはないんですが、せめて情報をやはり大学生にしっかりとした提供してあげる、せめてこういうことをやっているんですから、和歌山県がやっているんですから、労働局がやっているんですから、こういうところに出展する企業がなくても行政の方が行って橋本氏に帰ってこられる手立てをやはり示唆するようなことをしてあげましょうよ。だって実際にいるんですから、和歌山にその通勤圏内で働きたいという学生がいるんですから、そういうことをぜひしていただきたいと思います。ちょっと私の意見が長くなりましたが、もう一つ質問がございます。私こう見えましても結構心配性でございまして、してますよ、補助金の期間10年間、ね、ありますね、費用対効果もありますけれども、この補助金の期間が10年間過ぎたら、企業の論理で撤退されるというようなことはないんでしょうか。そのあたりはどうでしょう。理事私企業地の担当もしますので答えさせていただきます。10年間ということで非常に 長い期間でございます。そういうちょっと先ほども、シャープなり松下電機パナソニックなんかでも10年も経たずに、撤退したというようなこともございます。そういうリスクは確かにございます。ただ私市が求めてますのは製造業ということで、じっくり落ち着いて、製造できるような企業を、製造業なり流通業はちょっと あるか分かりませんけども、そういうところ、それから通信関係もございますけれども、製造業を中心に考えてございますので、じっくり橋本氏に根ざしていただきたい企業ということで、考えてございますので、その辺ご理解願いたいと思います。10番坂口君、はい、ご答弁をいただきましてありがとうございました。私誤解されないように申し上げておきますけれども、企業誘致本当に応援しています。今ね、本当に橋本氏の財政を支えていく、若い人たちの人口の流出を止めていく、その手立ては今考えたら企業誘致しかないと思っています。切り札だと思っています。企業誘致応援してますよ。ですがね、やっぱり見えにくいんですね、その費用対効果、元が取れてるのかどうかというところの話です。先ほど具体的に法人税あるいは固定資産税の増減の話をしていただく報告をいただきましたけれども、それに加えて橋本氏は人口の増税であったりインフラの整備をしているじゃないですか。それらも含めてね、どうでしょう、元が取れているのかどうか、ちょっと言葉は間違っているのかもしれませんが、回収できるのはあとどれくらいの年数があれば回収できるんでしょうか。このあたりはちょっと電卓を持っていないのですぐには計算できないかもしれませんが、おおよその試算で結構でございます。理事。
回収できるとか言います、いう問題でございますけれども、企画部長から申しましたのが、現時点での、礼金の収入と、奨励金の支出でございます。それが、10年間続きますので、まだ全部埋まってございませんけれども、現代のエコヒルズが全部埋まったとして、条件としまして、これそれから10年間、奨励金を払って、礼金も入ってくるということで考えますと、固定資産税と、法人市民税で考えた場合、約、10年間で、固定資産税、礼金関係が26億円入ってきます、26億265万円、約でございますけれども、それに対して奨励金が、約、13億9627万、これもだとした数字でございますけれども、あります。そういうことで、都合、10年間で12億の、収入ということで、なってございます。その他にも、個人市民で、それから、それに個人市民で、それから、他のもろもろの収入も含みますと、以前 の議会でも申しましたように、年間、安定した奨励金払った段階で、2億から2億5000万円 の収入の増があろうかというふうに考えてございます。それと、現在まで の橋本市の企業関係の、投資した額でございますけれども、これ、決算から、平成17年から、25年までということで、9年間、企業誘致室ができてから の話でございますけれども、支出で35億8700万、それから収入で29億5100万ということで、現在、6億3600万ほどの赤字になってございます。この中には、臨時食卓 の給料は含んでございますけれども、人件費は含んでございません。それで、その6億3600万の中でも、企業誌と関係ない、こういうの用地の、買収とか、それから、妻地区 の薄い排水ということで、それも企業誌基金から捻出でございますので、そういうもろもろが、企業誌外が3億2800万ほどございますので、総出しますと、約3億800万ほどの赤字になってございます。それと人件費でございますけれども、延べ40県へ出向しているものも含めまして、年47人目人の職員を年間というか延べですね、しています。それで平均の、職員の給与、年俸をかけますと、約3億5000万ほどかかっているということでございますので、全体として3億5000万で、6億5000万ほどの現代赤字になっている、人件も含まして考えたらそういうことになってございます。以上です。10番、坂口君。ありがとうございました。繰り返し申し上げておきますけれども、企業誘致、私は応援しています。元が取れなくてもやらないといけないことは、もう本当に分かっています。午前中、市長がね、こんなことをおっしゃってましたね、マッチングがうまく取れないから仕方がない、それおっしゃる通りだと思うんですね。で、あと4番議員がおっしゃってましたね、和歌山県の最低賃金が701円ですね、関西では一番低いですよ、こういったものを売り物にしてはどうかというおっしゃる通りだという思いました。本当に補助金であったりとか、最低賃金であったりとか、こういった各自治体は本当に過当競争で企業誘致をしてますよ、そんな中で、この橋本氏が勝ち得たとしたとて、財政面でそれで健康になるのかというようなことを考えますと、やはり疑問に思います。でね、やっぱりね、その経済波及効果がなかなか見えてこないんですね、調査しましても、なかなかそういった誘致した企業と、地元にある中小企業がうまく連携してこうお金が動くような仕組みがなかなかできてませんね。なかなかだから市民にはその企業誘致の実績というのが
伝わってこないんですね。であればね、これはもうちょっと乱暴な提案になるかもしれませんけれども、もう本当に知ってますよ、前市長からトップセールスで本当に汗水を流しながら一軒一軒企業を訪ね歩きながら獲得していった、本当に評価したい、本当に素晴らしいお仕事をされていると思います。ただね、やっぱりこのマッチングであったりとかね、やはりこう見えてこないんですから、思い切ってね、その、まあ、大型レジャー産業を誘致してくるとかね、その知ってますよ、27社今まで企業誘致してますね、紀の川市では37社、こういった数値に誘致した企業だけの数字をこう追い求めるんではなくて、いかに地元を活性化できるか、あるいは雇用数を獲得できるかというようなことをもっとこう、ね、戦略的に頭をひねっていただきたいな、ちょっと乱暴、大型レジャー産業を誘致したいというようなことを、ちょっと考え方は乱暴かもしれませんけど、例えばですね、本当にこう地元雇用を本当にたくさん、創出できる、そういった企業をぜひ誘致していただきたいと思います。時間があまりありませんので、ちょっと教育長にもお伺いしたいと思うんですが、どうでしょう、この後の大きな質問で聞くんですが、前畑秀子氏、岡清氏、あるいは古川勝氏といったような、本市の名誉市民の話は、教育はされているんでしょうか、どうでしょうか。質問項目2にかかる1で、1での質問ですね、はい、教育長。本市の名誉市民である、前畑であったり、前畑さんであったり、岡さんであったりとか、そういった本市の偉人というのは、事業の中で、ふるさと教育の中では教えているものなんでしょうか。教育長。ご質問にお答えします。これ、先ほど話しさせていただきました、伸びゆく橋本という副読本です。小学校3年生から生活等の授業で使わさせていただいてます。昭和55年から改訂されておりまして、これが9版目になります。次も今年10版目を、出す予定ですが、ここに本当に少しです、岡清氏、前畑秀子、それから、初代の市長の吉田六右衛門さん、そして古川勝、この4名の写真を載せて子どもたちに学習しています。ただし審判を作る際には、この4名についてはもっと大きく扱って、子どもたちにしっかり知ってもらうように、教育していきたいと、そのように考えています。10番、坂口君。教育長、ありがとうございました。まだ質問1の途中で聞きまして、ちょっと混乱したかと思うんですが、実はね、小学生、中学生に前畑秀子さんの話を聞きましても、知らない人が多いんですね、知らない生徒、児童が多いんですね。で、どうなのかなというふうに聞いてみたんですが、やっぱりね、この大学に行っても、橋本はこんなにいいんだというようなことを自信を持って、胸を張って言えるような、そんな子どもたちを作りたいですね。そうしないとやっぱりふるさと橋本に誇りを持って帰ってこようという気持ちが湧いてこないですよ。ですから今教育長がおっしゃったように、これからもどうぞ橋本を愛する気持ち、愛する児童生徒が本当に増えるように、教育の現場でも教えいただきたいと思います。時間がありませんので、続いて2番にお願いいたします。次に質問項目に、前畑秀子生誕100年記念事業に関する質問に対する答弁を求めます。教育次長。前畑秀子生誕100周年記念事業のコンテンツについてお答えします。当記念事業のコンテンツとして、まず前畑秀子生誕100周年記念のぼりを制作し、5月20日の前畑秀子さんの誕生日に市庁舎玄関前、JR 南海橋本駅前、南海林間田園都市駅前、市民プール等市内の主要施設に設置し、市民に周知を図っています。次に前畑秀子生誕100周年記念クリアファイルを作成し、市内小中学校に配布することで、子どもたちの認知度を高めていきたいと考えています。さらに、前畑秀子さんの偉業を市内外に広めるべく、写真を含めたパンフレットを作成します。また、7月31日に毎年開催される
市内小中学生を対象とした前畑秀子古川勝記念水泳大会に前畑秀子先生生誕100周年記念の冠を付け開催し、ゲストとして前畑さんのご長男兵藤ご夫妻をお招きし、セレモニーを行うとともに前畑さんの出身校である杉山女学園の水泳部、さらにはオリンピアンをゲストスイマーとして招く予定をしています。最後に記念水泳大会日から県立橋本体育館において1ヶ月間前畑秀子さん生誕100周年記念展を開催します。なおご長男の兵藤正臣様から譲り受けましたベルリンオリンピック優勝当時の実況についても当日放送することで記念水泳大会を盛り上げたいと考えています。1936年昭和11年ベルリンオリンピックにおいて日本人女性初の金メダル獲得、厳しい練習や周囲からの期待のプレッシャーに耐えた後に勝ち取った栄冠は郷土の誇りとして長く後世に伝えていかなくてはなりません。現在ホームページを利用した広報活動を展開することで市民の皆さんへの周知を図っているところでありますが、今後とも議員各位のご協力をお願いします。10番坂口君、再質問ありますか。10番坂口君。ありがとうございました。いらっしゃる皆さんにちょっとお尋ねいたします。8月11日は何の日でしょうか。いらっしゃる皆さん、お分かりになる方どうぞ挙手でお示しいただけたらと思います。一番最後に挙手をされた方にできればお答えいただければと思います。どうぞ。お分かりになりませんか。お分かりになる方すべてお手を挙げくださいとお願いをしているんですが、お分かりにならない方がこれだけいらっしゃいますか。ではどうぞ議長お示しください。どなたかお答えいただけるように。頑張れ。10番坂口君。そうですね、8月11日は頑張れの日ですね。この質問をしますとね、まあ、今私の周りでは山の日だというような答えが返ってきてね、文脈を整理するのにだいぶ時間がかかるんですが、8月11日は頑張れの日です。去年の9月議会で9月の10日、中本厚生前議員の橋本市民プールにサブプールを建設そうという、答弁に、当時の経済部長がこんなことをおっしゃっています。日本人の多くが知っている前畑頑張れのフレーズをブランド化して、経済団体や民間事業者の協力を得て、地場産品の商品化につなげていけるように検討していきたいと考えています。また前畑氏とともに古川勝氏の2人のオリンピック金メダリストを輩出したことは郷土の誇りであり、その偉業や足跡をメディア等を利用して広く紹介することや、水泳の町として橋本氏を PR することがやがては企業誘致や商工観光の振興、定住促進など幅広い分野で経済波及効果につながるものと期待していますと素晴らしいご答弁をされています。このご答弁、9ヶ月経ちました。今回のその事業にはどのように生かされているのかお答えください。経済部長。ただいまの答弁に関しましては、まさに私が商工観光課の課長をしておる時にですね、答弁として部長からさせていただいた内容でございます。前畑さんの実家というのはお豆腐屋さんでして、その前畑豆腐印のそういったブランド豆腐を作ってはどうかというお話もいただいてですね、市内にいろんなその豆腐屋さんを当たってそういう制作していただけるところがないかとか、そのいろんな検討はしております。今議員おっしゃられたようにですね、地場産業の振興に、産業振興に生かして定住促進につながっていくようなその行政としてふさわしい取り組みを今後新しい市長でもしていただけるというふうに私は考えております。10番坂口君。そうですか。これからのでは取り組みに期待してよろしゅうございますね。まだこう具現化されていないという感じもいたすんですが、それから5月の27日朝日新聞の朝刊の鍵盤にこのような記事が記載されています。
これね、橋本の記事が2つ並んでいるんですよ。珍しいんで私コピーしました。上が前畑氏生誕100年度の橋本氏に上りができたという記事、それからね、映画人事に橋本氏で上映会、2つ並んだ記事というのは本当に珍しいんでね、コピーしたんですが、この中でね、こんなこと書いてますよ。前畑さんがベルリン五輪女子平泳ぎ200メートルで金メダルに輝いた8月11日を祝うという、こういう記事で結ばれているんですが、8月11日はどのようにして祝うんでしょうか。教育次長。はい、前畑秀子生誕100周年の記念の事業ということで、いろいろと検討をさせていただいてまいりました。で、先ほど答弁の中でもありましたように、前畑秀子古川勝記念水泳大会、これ、橋本市水泳連盟の方の主催で行いますが、その水泳大会に生誕100年という冠をつけて、偉業をたたえ、前畑秀子さんを知っていただくということで、前畑秀子生誕100周年をそれに特化して行うということで、決定をしてまいりました。ですので、8月11日について特に何か特別な催しというのは現在考えてございません。10番坂口君。はい、ありがとうございました。8月11日というのは頑張れの日、前畑さんの生誕100年、橋本氏にとりましてはまさに千載一遇のチャンスだと思いますよ。生誕100年ですから、千載ではなくて100年に一度のチャンスだと思いますよ。橋本氏はこの前畑頑張れというフレーズをブランド化して発信していく義務があると思います。全国の自治体の中では橋本氏だけです。加えて言うなら杉山女学園ですね、ぜひご協力をいただいて、杉山女学園にもご協力をいただかないといけません。前畑秀子氏を水泳選手として育て上げた、これは本当に杉山女学園のおかげです。私はこの8月11日を、エポックメイキングとして、NHK の連続テレビ小説朝ドラのドラマとして、このロケ地を誘致してはどうかという提案をさせていただきます。8月の11日頑張れの日、前畑秀子頑張れ、これは NHK の笠井三世アナウンサーが1936年、昭和11年にベルリンオリンピックで、その水泳の実況をした前畑頑張れ、この前畑頑張れを NHK としては本当に放っておかないと思います。私が考えているのは2020年の4月スタートの朝ドラです。 NHK にとりましては本当においしいソフトだと思います。実はまた過去にですね、自治体、他の自治体でも朝ドラを誘致しているところがあります。2011年の10月13日の記事なんですが、これは香川県ですね、香川県の知事が東京の NHK 放送センターに行きまして、当時の NHK の松本会長に会いまして、陳情している風景が映ってますね。ここはどういうふうな陳情するかというしたかというと、どうぞ香川県でロケをしてください。後付けとして、コンピラ歌舞伎の裏方というソフトもありますよというようなセールスをしているんですが、橋本氏は違いますね。橋本氏は前畑頑張れで、先ほど申し上げましたように売っていきましょうと申し上げましたね。ぜひ前畑秀子氏生誕100年、この記念事業を、契機として NHK の連続テレビ小説、通称朝ドラのロケ地として、NHK に陳情するなり、あるいは誘致委員会のようなものを立ち上げてやっていきたいというふうに思うんですが、近いところでは工藤山が NHK の大河ドラマを誘致してますね、もう決まってますね。聞くところによると4年間で7回岡本町長は陳情に行ったそうなんですが、他の自治体もこの朝ドラの誘致をしているところもいくつかあるんですけれども、どうでしょう、橋本ではこういうことを考えているんですが、いかがでしょうか。市長。坂口議員の質問にお答えします。確かに非常にいい取り組みだと思っています。その中で、橋本氏としても、まず、ロケ地として、本当に今現代撮影できるところがあるのかっていう問題もあろうかなと思いますし、で条件的に、私も
朝ドラはやればいいというふうに思っています。これにはもう一つ大事なことは、市民の皆さんがいかに盛り上がっていただけるか、若い世代の人が前畑秀子さんをどこまで知っていられるかっていうふうな、市民の皆さんとの合意形成も必要かなというふうに思います。そういう中で、これから、準備会で立ち上げるということも考えてもいいと思います。その中で、いかに周到な準備をして、2020年に放映できるような橋本市、そして橋本市民も一緒に動いていただく、そして和歌山県にも協力をいただくというふうな取り組みとして、いければというふうに思っています、いい提案をいただきましたので、前向きに進めていくように努力いたします。10番坂口君。平木町、本当にありがとうございました。思わぬ本当に前向きなご答弁をいただけるとは思っていなかったもんですから、今ちょっとどのようにつなげようか考えながら喋ってます。本当にね、今先ほど教育長もおっしゃったんですが、これね、前畑秀子さん、市長もおっしゃったんですから、市民全体でこれやはり盛り上げていかないといけないと思うんですね。ぜひ子どもたちに、そういった協力、教育もぜひお願いしたいと思います。それからね、これはサイドネタです。私もね、実はチュラさんの時から朝ドラよく見てます。国中涼子のファンでしたから、そんなことはどうでもいいんですが、アマチャン経済効果、これね、去年もアマチャン私よく見てましたよ。大変ヒットしたNHK の連ドラですね、ちょっと師匠の耳に入れておこうと思いまして、ちょっと持ってきました。久慈市をメインロケ地としているこの NHK の連続テレビ小説アマチャン、経済波及効果が32億8000万円です。岩手県内だけで32億8000万円、およそ33億円ぐらいの経済波及効果があったということです。で、大型連休中にそのモデルとなった久慈市、岩手県久慈市を訪れた観光客の数字から類推して、2011年度、その1年間では68万8000人が久慈市を訪れたと。経済波及効果、やっぱり間違いなくあるんですよ。本当にね、今ね、本当に橋本氏は、先ほど申し上げましたように、残り8分ですか、橋本氏は人口減少問題でね、今、市民の皆さんがね、本当に小さくなってますよ。市長、ここでね、本当に朝の連続テレビ小説というね、宝くじ、1枚買いましょうよ。これね、当たるかどうかわからないですけれども、買わないと宝くじっていうのは当たらないもんですから、私もまだ宝くじっていうのは一回も当たったことがないんで、こんな余計なこと言うつもりはないんですが、まず手を挙げてこの朝の連続テレビ小説ロケ地誘致という宝くじ買いたいと思うんですが、具体的に誘致委員会というものは一応どうでしょう、立ち上げる、やっぱりね、宝くじっていうのは多少お金がかかりますから、ジャンボ宝くじでも300円かかりますから、多少の出費はかかると思うんですが、そのあたりは市長どうでしょうか。市長。ただいまの質問にお答えします。私の政策の中でも費用対効果を見て、それに取り組んでいくっていうふうな、公約にもあります。その中で、確かに大きな事業効果があると思います。別にその協議会作る予算がないというわけでもありませんので、これからメンバーの人選であるとか、どういうふうな形で進めていくのかっていう問題もあります。実際に今、観光協議会を設立準備会をして、7月2日に、第1回の会議をします。逆にそういう中で、議論、民間の人がメインですので、そういう人と議論をしていくという方法もありますし、新たに、実行委員会形式で立ち上げていくという方法もありますので、少し、部内でも協議をさせていただいて、近々にご報告できるような結果を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。10番坂口君。
ありがとうございました。本当に前向きなご答弁をいただきました。楽しみにしております。でね、市長、先ほどからやっぱり市民全体で盛り上がっていかないといけないというようなお話もされておりましたけれども、私具体的にね、パイロット版をね、橋本市役所町内で費用、制作費用0万円で作ったらいいと思うんです。今ね、家庭用ビデオがいいのできてます。それから編集ソフトなんかももうパソコン上でできるんですから、同僚議員でもプロのビデオカメラマンがいますけれども、私も不詳、私もナレーターぐらいはまだできますから、費用0万円で秘書作ろうじゃありませんか。前畑秀子物語です。もう私もタイトルも考えてますよ。金メダルへのターンです。企業誘致、企業誘致じゃない、紀の川の飛び魚、前畑秀子物語です。これね、5分ぐらいでいいですよ。ユーストリームとか YouTube、今そんな手段がありますから、制作費0万円で作りましょうよ。そうするとね、やっぱりね、マスコミが飛びついていきます。それともう一つ、あんまり時間がないんですが、言いますけれども、8月の11日、これね、無理かもしれませんけれども、1936年の、そのベルリンオリンピックの決勝の再現レースをね、橋本市民プールでできたらなと、こんなふうに思っています。さっきね、その過去 その音源を流したらどうかというようなこともあったんですけれども、市長、ここはね、市長、体張っていただいて、100のターンから50の折り返し、当時の NHK の葛西三世アナウンサーが24回、前畑頑張れというのを絶叫したそうですから、ここは市長、プールサイドでね、マイクを握っていただいて、前畑頑張れ、前畑城わずかにリード、この二言のフレーズだけでいいですよ。こういうことをしますとね、マスコミは必ず飛びついていきます。そうすると橋本市全体に前畑が前畑というようなやはり意識が根付いて、やはりその朝ドラ誘致の本当に、ね、大きなエポックメイキングになろうかと思います。これも費用0万円でできますよ。これね、ぜひ HMP48 の皆さんが協力をしていただいて、先ほど申し上げた前畑秀子物語であったり、あるいはね、これ市長無理であればね、せめて大声コンテストやりましょう。私会やっても構わないですよ。前畑頑張れ、なんとか頑張れというようなことをね、橋本市民プールで子どもたちに絶叫してもらうんです。そうしたらやっぱりテレビカメラが 2,3 台ついてきますよ。こういうことをやるとね、やっぱり橋本市は元気だ、橋本市は前畑で売ってるんだというようなことをやはりね、対外的にアピールできますから、元気にやっていきましょうよ。残りあと3分を切っていますので、対外的にね、ちょっと聞いた情報によりますと、大河ドラマも2年前に作品決定します。ですから朝の連続テレビ小説、2020年の4月スタートという照準を絞れば、2018年ぐらいにはおそらく作品が決定されると思います。残り招致時間はあと3年半くらいです。2018年の早春に、この橋本氏に朝ドラ撮影地決定という朗報を、ぜひ皆さんと一緒に喜び合いたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。私の質問は以上でございます。ありがとうございました。10番坂口君の一般質問は終わりました。この際2時10分まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番12、19番、小林君。19番、小林君。さあ、よろしくお願いします。議長のお許しをいただきましたので通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。今回の質問は大きく3項目であります。まず項目の1は中学校統廃合による問題についてであります。平成28年4月に西部中学校、神室中学校を橋本中学校に統合し、新しい中学校とするため統合準備会においていろいろな協議をされてきていると思います。会議の傍聴もさせていただいた上で次の質問をさせていただきます。1、これまでの経過について。2、統廃合直後学校が荒れると聞くが対処は万全にできるか。3、不便になる地域への対処はどうしますか。4、統廃合の土地利用はどのように予定していますか。項目の2、消防団支援法による求められる職務改善についてであります。1950年代には全国に約2000万人いた団員が次第に減り、今は約87万人とピーク時の4割ほどになっている。本業の仕事を持ちながらいざというときは救助や消火活動に駆けつける消防団は地域を守るに欠かせない存在であるとの思いから以下の質問をさせていただきます。1、本市としての装備充実と処遇改善の取り組みは。2、本市の消防団協力事業所は。3、市職員の消防団への加入状況は。4、消防団応援ショップ事業について。項目の3は雨水利用推進法についてです。昨日のニュースで流れていました栃木県宇都宮市の1時間86ミリのゲリラ豪雨がありました。被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、明日は我が市との思いから次の質問をさせていただきます。市内の浸水被害の状況は。2、道路公園等関係部局や住民等と連携し、雨水の浸透、貯留、利用を含めた地域にとって最も望ましい雨水管理計画の状況は。3、本市公共施設における雨水利用の状況は。以上3点よろしくお願いいたします。19番、小林君の質問項目1、中学校統廃合の問題に関する質問に対する答弁を求めます。教育長。中学校統廃合のご質問にお答えします。これまでの経過についてですが、橋本中学校、神室中学校、西部中学校については平成28年4月にはこの3校の生徒数が100名前後となることから、市民の合意形成を図り中学校統合を円滑に進めるために平成25年8月に各学校別に統合準備会を立ち上げ協議を行っています。これまでに西部中学校区は6回、神室中学校区は5回、橋本中学校区は4回開催しています。これまでの協議内容は通学補助を含む統合に伴う負担軽減、
通学路の安全対策、橋本中学校の環境整備について、および統合後の跡地利用についてです。2点目の統廃合直後、学校が荒れると聞くか、対処は万全にできているかについてお答えします。3つの中学校が統合し、新しい中学校になることから、学校が荒れないように統合の前からの対応が必要と考えています。これまで統合する3つの中学校区の小学校、中学校の校長会議を開催し、スムーズに混乱なく統合できるよう協議を進めているところです。その中で統合前から子どもたちの交流活動も計画的に実施していく必要があると確認しているところであります。引き続きこの学校長会議で協議を行い対応していきます。さらに統合後安定した教育活動を行えるように教員の人数も多く配置できるよう県教育委員会に要望し体制を整えていきたいと考えていますのでご理解のほどよろしくお願いします。3点目の不便になる地区への対処ですが、平成25年度に橋本市立小中学校児童生徒の通学補助の適正化協議委員会で協議し提言がありました。中学生についてはおおむね5キロ程度または徒歩で60分程度を超える場合何らかの通学補助が必要と考えています。これに該当するのが山田吉原地区となりますので通学バス導入の方向で地元の方と調整をしていきたいと考えています。4点目の統廃合後の土地利用についてですが、鴨呂中学校跡地については従来から子ども園の建設を予定しており、新たに鴨呂地区公民館の建設も検討しております。西部中学校跡地については現在統合準備会においても検討中ですのでご理解をお願いします。19番小林君、再質問ありますか。はい、19番小林君。ですね、少子高齢化が進む中、中学校が廃校になり、また幼稚園、保育園も廃園になっていく地域になるんですけども、若い世代に魅力がなくなり、より一層過疎化に拍車がかかってくるであろうと。有料地域への活性化の対策はどのように予定をしているのか、明確な答弁よろしくお願いします。教育長、議員のご質問にお答えします。老齢化、人口減少に伴う地域の衰退については教育委員会も教育、文化、スポーツの振興、これらに真摯に取り組んでまいります。しかしながら教育委員会だけで解決できる問題ではない問題でもあります。今後この問題については市全体の重要課題として取り組んでまいります。19番小林君。ですね、合併していく中でいろいろ心配事がたくさんあると思いますので、この合併の問題については要望したいことみたいなことになってしまうんですけどもね、跡地利用については鴨呂の方については公民館、地区公民館または子ども園建設と、誠に喜ばしい話で、ありますけれども、その跡地の近くにですね、防災上危険な箇所があると聞いていますので、これをちょっと質問されるとちょっと脱線してしもたらあかんので、要望みたいな形になるんですけども、本市として地元と連携し一刻も早い対処していただきたいと思います。よろしくお願いします。また3校が登校されることにより今まで以上の教育がされますことを切にお願いして、この問題についてはこれで終わります。次に質問項目に、消防団支援法による処遇改善に関する質問に対する答弁を求めます。消防庁。
本市の装備充実と処遇改善の取り組みについてお答えします。消防団を支援する法であります消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が昨年12月に制定施行されました。同法は消防団の重要性を明記するとともに、消防団の装備の充実、団員の確保、団員の処遇改善などについて施策の方向づけをし、消防団が中核となり地域の防災力を強化しようとするものであります。本市としましても現在消防団の充実強化に取り組んでいるところです。消防団員の確保については就業形態の変化、少子化等により消防団員の担い手の減少が全国的な問題となっていますが、本市は消防団員定数585名に対し実員が584名であり、定数をほぼ確保できている状況です。消防団の装備については年次計画をもって毎年消防団車両を更新しており、本年度は3台の車両を更新予定です。また無線のデジタル化に伴い全車両に車載用および携帯用デジタル無線機を配備するとともに、消防団役員には携帯用デジタル無線機を配備しました。さらに安全確保のための装備品として救助用網上げ靴、救命胴衣等の整備を図っているところです。今後も安全確保のための装備品および救助活動用指揮台の整備に努めます。消防団員の処遇改善については国の政令改正に伴い本年3月議会において退職報奨金の条例改正を行い、本年度から団長から団員までの全階級で一律5万円の引き上げを行います。団員の報酬手当については本市の一般団員の年額報酬は3万円で、全国平均額は約2万5千円です。また、本市の1回の出動手当は2600円で、全国平均額は約2560円となり、いずれも全国平均レベルをやや上回るので、報酬等の見直しについては、今後、他の市町村の動向を考慮しながら、慎重に精査していきたいと考えています。次に本市の消防団協力事業所についてお答えします。消防団協力事業所表示制度とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度で、平成18年度に設けられました。本市におきましては橋本市消防団協力事業所表示制度実施要項を定め、本年4月から施行しております。現在のところ橋本市内には認定いる事業所はありません。この消防団協力事業所表示制度は消防防災体制の充実強化につながると考えられますので、今後はホームページ等で広報するなど一層の推進を図っていきます。次に市職員の消防団への加入状況についてお答えします。現在消防団に入団している市職員の数は14名です。職員が消防団として活動することは地域防災の推進を図る上で住民から理解を得やすくなるとともに、職員にとっても防災行政の一層の理解促進につながるものと考えています。最後に応援団応援ショップ事業についてお答えします。応援団応援ショップ事業とは、近年全国的に消防団員数が減少しており、将来の防災の担い手となる若い団員の確保が急務となっている状況から、
企画された事業で、地域の力によって消防団を活性化し、減少傾向にある消防団員の確保を目的に、飲食店や物品販売店、事業所などから消防団員などに割引等のサービスを提供を、サービスの提供をいただくもので、新規入団者の確保に効果があったという事例が報告されています。本市としましては、現在、消防団員の数は定数をほぼ確保できていますが、この事業は消防団活性化対策の一つと考えますので、今後、検討してまいります。よろしくお願いします。19番小林君、再質問ありますか。19番小林君。はい、すいません、ありがとうございました。消防団員が現在584名いらっしゃるということで、この応援、橋本市の場合は、まあ、定数に達っているというお答えでしたけれども、まあ、これからだんだんと自営業の方も少なくなり、消防団の確保は大変難しくなってくるにあたり、この応援団、消防団応援ショップ事業なんかを取り入れていただいて、まあ、この取り入れていただくと、またその橋本市の活性化にもつながっていくのかなと思います。各自治体ではいろいろなサービスなんかも受けれるような感じでされていると思うんですけども、なかなかその、本市だけで、やっていくのは難しい中で、商工会さんに協力いただくとか、まあ、飲食組合さんみたいなところの組合さんに協力いただくとかで、やっていっていただければありがたいと思います。今は橋本市の消防団員の確保は、その各分団または班の方にお任せされている状況でよろしいでしょうか。消防庁。はい、議員お正しの件なんですけれども、消防団員の、退団入団に関しましては、各、地区の、分団の、分団長等で、区長さんとで、協議して、入団していただいている状況です。以上です。19番小林君。そしたら今のところは分団長または区長さんで、まあ、賄いできている状況にあるとは思うんですけども、これが、まあ、この賄いできない状況になってきた場合には、これから本市と消防署としてはどういう募り方をしていくのか、ちょっと教えていただければありがたいです。消防庁。はい、議員ご質問の件なんですけれども、全国的に、男性の消防団員さんの確保が、難しくなっている、市町村にありましては、女性の方の消防団員さんという形で、広報支援の方に回っていただくために、分団を作って、やっているところもございます。現に和歌山市等も、和歌山市高野町も男性の消防団員さんが少なくなり、女性の消防団員さんで、入っていただいていると、まあ、本市でも2名の方、入っていただいているんですけども、まあ、徐々に比率的に、まあ、女性の方も、入っていただかないかなというような形にはなってくると思います。以上です。19番小林君。ですね、ありがとうございます。冒頭にも、まあ、述べらせていただいた、中でですね、消防団というのは本当に地域の防災には欠かせない、なんちゅうんでしょう、もんであると思いますので、これからも処遇というのは、まあ、一応なんか消防団というのはボランティアでやらさせていただいているという感じが強いんですけども、まあ、できるだけ装備の方とか十分に
手配していただいて、あの消防団が、いつまでも定数を割らないようにあのやっていただけますように、あの心からお願いして、この質問を終わります。次に質問項目3、雨水利用推進法に関する質問に対する答弁を求めます。総務部長。市内の浸水被害の状況についてお答えします。橋本市内で過去数回にわたり浸水した地域としては、岸上地区、神室地区、南馬場地区、藤原地区等があります。最近の浸水状況についてご説明させていただきますと、岸上地区については農産物直売所のやっちょん広場およびその周辺が平成21年10月の台風18号、平成23年9月の台風12号、および平成25年9月の台風18号により浸水しました。特にやっちょん広場は平成23年9月の台風12号、および平成25年9月の台風18号の際には屋内にも浸水被害が発生しました。神室南馬場地区については平成23年9月の台風12号および平成25年9月の台風18号の際に大谷川周辺の団地が浸水し、避難勧告を発令しました。平成25年9月の台風18号襲来の際は重火被害として床上浸水が3件、床下浸水が4件、浄化槽被害が48件発生しました。また、非重化被害としては、2件の浸水被害が発生しました。藤原地区については、雨天美川周辺の重化等が、平成21年10月の台風18号、平成23年9月の台風12号、および平成25年9月の台風18号により浸水しました。特に平成25年9月の台風18号の際には重火の浄化槽1件、車両4件、トラクター1台に浸水被害が発生しました。続きまして、台風を含めたゲリラ豪雨による浸水被災地区ですが、過去被災した地域として妻地区、小原田地区、下兵庫地区、小野の地区、向添地区、賢戸地区、神室地区、名護地区、藤原地区がございますが、ゲリラ豪雨による浸水被害は短期集中的な豪雨による水路のオーバーフローが主な原因とされています。市民生活部長。雨水管理計画の状況についてお答えします。雨水の利用の推進に関する法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用を推進することを目的として平成26年5月1日施行されました。この法律によりますと、水資源の有効な利用を図り、合わせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出を抑制するため、雨水の利用を推進することで、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定、その他の必要な事項を定める必要があるとされています。まず国が雨水の利用の推進に関する基本方針を定め、都道府県はその基本方針に即して、
当該都道府県の区域内における都道府県方針を定めることができるとされており、さらに市町村におきましては、国や県の計画に沿って計画を定めることができると規定されています。従いまして、本市では国土交通省の方針、和歌山県の計画が策定された後、本市の自然的・社会的条件に応じた雨水等の利用方法について検討していくこととなります。ゲリラ豪雨や台風による浸水被害対策として、インフラ整備を進めていくことはもちろんのこと、住民レベルでの対策に対する助成策としては、災害時の防火用水として、雨水を一時的に貯留する施設の新設、または不要となった浄化槽の雨水貯留施設への転用等が考えられますが、今後、市民のニーズや他市の状況等を踏まえて調査、研究していきたいと考えています。次に、本市公共施設の雨水の利用状況についてお答えします。既存の施設では、橋本市民病院、橋本小学校において、地下タンク等に雨水を一旦貯留し、植栽等の散水に利用しています。また、本市内にある広域組合のごみ処理場においても同様の利用をしています。今後、新設の施設については、国土交通省の方針や和歌山県の計画等を参考にしつつ、雨水の有効利用について調査、研究していきたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。19番小林君、再質問ありますか。19番小林君。はい、ありがとうございました。ですね、避難拠点の、雨水タンクの設置は橋本小学校だけということですかね。ですか。市民生活部長。はい、その通りでございます。19番小林君。まずはこの、お金もかかってくると思いますけれども、避難拠点にはすべて、この、雨水タンクの設置っていうのはもう、していっていただければありがたいかなと。各避難拠点において防災訓練というのは行われていると思うんですけども、もう水というのはもう蛇口になったら出るもんだという感覚というのがなかなか人間じゃ刷り込まれていると思うんで、こういうのを利用したまた防災の訓練をされることは大事なことだと思うんやけども、これ、どう思われますか。総務部長。はい、議員おっしゃる通りでございまして、まず、雨水をためるということで、災害を防げる、その水の量を減らせるということもございますので、それからそれを利用する方法を、事前に、職員、それから住民の皆さんで、実施しておくということも必要だと思いますので、そういうことは重要になってまいると思います。19番小林君。すみません、ありがとうございました。ですね、なかなかその昨日のような宇都宮の、1時間に86ミリという雨が降った、ゲリラ豪雨が降った場合になかなか雨水のコントロールというのはなかなか難しいと思うんですけども、これから、昨日もそういうニュースの中で、その橋本市も多分、しょっちゅうこれからこういう状況ですので、ゲリラ豪雨というのはいつ見舞われるか分からないという状況にあると思うんです。
でその雨水をコントロールするには、まあ前 の、 質問の時もお願いしたのは、その水利組合さんとの協力とか、まあ日頃からのその、まあ水路の清掃等が非常に大事になってくると思うんですけど、そういうのは常に指導はされてこられているんかなと思いますので、ちょっとお答えください。経済部長。市内には600のため池とですね、600以上のため池とで、それに伴う水路地域があるんですが、基本的にすべて地元の水利組合の方に、管理の方はお任せしております。19番小林君。まあ、ちょっとその、まあ、水利組合さんというのは、まあ、別の組織になってしまうのかなということなんですけれども、先だって、何年か前 の、 朝方のゲリラ豪雨に寄ったときに、その よく土砂崩れが起こっているのは、その水利組合さんが山手で管理している水路が、まあ、あまりに整備されてないことで、まあ、草が詰まって、のり面の方に流れ出してよう崩れるということで、そういうことが起こっても水利組合さんのもんやからって、まあ、当局としてはほっとくわけにはいかんと思うんですけども、そういうのでまた忙しく朝から走り回らなあかんということが起こってくると思うんですけども、日頃からのその水利組合さんと の、 その連絡っていうのは、今これからもそういう連絡協議会みたいなのは立ち上げる予定っていうのはないんでしょう。経済部長。市内の水利組合の方からたくさんのこの農業施設の整備の要望が上がっておるわけなんですが、まあ、基本的に3割を地元負担していただいて、7割を市が負担した形で優先順位をつけまして、順次整備しておるような状況でございます。19番小林君。はい、ありがとうございます。まあ、薄いの利用っていう話から入っていって、まあ水利組合さんの話に持っていくのはちょっと数字違いかなかとは思うんですけども、まあ、上手にその橋本氏としてはそのこういう雨との付き合いを上手にしていけば、その職員さんが、まあ、ゲリラ豪雨を起こった場合に走り回らんでも、その当然走り回らなくてはならないとは思いますけども、その人数が少し減ったりとかできることがあると思いますので、この雨水のタンクなんかのこと、これはまあ国が雨水を上手に利用しなさいよっていうのがまあ決まってきたんで、こういうのをに対してまあ補助金を出していけれるような方向に、まあ、これから考えていってくれてますか。市民生活部長。先ほどもご答弁させていただきましたように、今後計画の策定も含め、調査研究をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。19番小林君。はい、すみません、ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいんですけど、先ほど、まあ、貯留できる施設何か所かおっしゃっていただいたと思うんですけども、その各施設の貯留できる、量をちょっと教えてください。市民生活部長。橋本市民病院の場合は、地下タンク容量が 127.3 立方メートル、
橋本小学校の地下タンクにつきましては150立方メートル、広域ごみ処理場の地下タンクでは23立方メートルとなっております。19番小林君。そしたらそういうあの今温めれる貯留施設があるということで、それをまあ使その施設で、使われている先ほど散水、花壇に対しての散水とかもう全てそういうことでやられているということですかね。市民生活部長。理由としましては先ほども申し上げましたとおり植栽等の散水ということでお聞きしております。その際は地下タンクの方からポンプアップして植栽等に散水しているということだそうです。以上です。19番小林君。そしたらありがとうございます。そしたらそのゲリラ豪雨が来る前にはその貯留しとる水はちょっと抜いておくんですかね。その施設については。総務部長。はい、これら3つ の貯水タンクについては水を貯めておくことで災害時被災時に水を利用するということもございますので、そういう意味もありまして散水に利用するとともに被災時の水ということで随時ずっと貯めておりますが、散水することにより循環をさせているという状況でございます。19番小林君。ありがとうございます。なかなか本当に先ほども言わせてもらいましたけども、ゲリラ豪雨が来るとなかなか水のコントロールというのは難しいと思います。けれども、その国がもうこういう雨水の被害がたくさん出てくるということで、こういう方針になったと思います。橋本氏も上手にその空から降ってくる雨を、恵みの雨はあるんですけども、ゲリラ豪雨やったらかなり迷惑かかるものになってくると思いますので、ね、それをコントロールできるような雨水対策、これから今後できるようになっていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。これにて私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。19番小林君の一般質問は終わりました。順番21番岡君。21番岡君。皆さんこんにちは。新人議員さんが上手な一般質問をされるのでちょっと緊張しておりますが、自分は自分なりに、また自分の味を持って一般質問させていただきます。今回の一般質問は、お題が2点通告させていただいてます。1つ目は、幼児期での外国語リスニング学習について、これは今回小さい時から、いろんな、スポーツにしても何にしてもそうなんですけども、小さい時に訓練する方が何事もいい、そういう観点はもちろん皆さんご理解はいただいているとは思うんですけども、じゃあなぜ外国語について、小さい時から聞けば、上達するのかっていうのを音という観点からちょっと質問してみたいと思います。2点目は、市街地再開発についてなんですけども、今まで多くの先輩議員同僚議員が質問されてきて、本市でも大きな問題の一つとはなってはおるんですけども、新しい首長が決まりまして、今後の方針も含めて、今の現状と、そしてこれからこの市街地再開発についてどういった方向で進んでいくかのも含めて、一度質問させていただきたいと思います。それでは通告1番順で、幼児期での外国語リスニング学習について、人はある年齢までの間にしか聞こえない音が存在します。その年齢が過ぎるとほとんどの人がその音域の音を認識できなくなると言われています。言語も音により構成されており、
特に日本語と異なった音域で話される外国語については、幼少期でのみ認識でき、身につけることができる音域が多く存在しています。実際、多くの日本人が英語の発音で重要なバタフライ、発音記号です、の認識がうまくできませんし、発音できません。これは音域の違いにより、日本語とは違う音域の音である部分が聞き取れず、認識できないからであると言われています。幼少期にこのように音域の違う音を聞くことにより、将来的にもその音域の音を認識できると考えられています。子どもたち一人一人に外国語が必要かどうかは分かりませんが、子どもたち一人一人の可能性を開いていくことは大切だと感じます。本質としてこの幼少期に大切な音、外国語のリスニングの音です、を学ぶことができる環境をさらに充実すべきと考えますが、いかがでしょうか。小項目の1番、現在、本市において行っている幼児期の外国語学力向上の施策とは、一体どのようなものでしょうか。2番、幼少期でのリスニング、そしてこの音域の、学習年齢についてどのようにお考えでしょうか。3番、幼少期の音、リスニング力向上についてさらなる充実をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。続いて大項目の2番、市街地再開発についてです。新たな首長も決まり、本市に残されているさまざまな諸問題も新たな切り口で解決に向け取り組まれることと思いますが、その中の一つである市街地再開発は大きな問題であるのと同時に、本市においても重要な事例であることは間違いないと思います。多くの先輩議員、同僚議員が何度も質問されてきましたが、現在、どのような問題があり、どのように取り組んでおられるのかをお教えください。橋本駅周辺は本市にとっての玄関口であります、方向性を示すことも重要でありますが、実行していかなければ解決には至りません。今後のお考えも含めて現状を考えておられることをお教えください。以上です。明確な答弁よろしくお願いいたします。21番岡君の質問項目1、幼児期の外国語リスニング学習に関する質問に対する答弁を求めます。教育長。幼児期の外国語リスニング学習についてお答えします。まず、幼少期の外国語の語学力向上のために行っていることは、ALT、アシスタント・ラングエージ・ティーチャーの指導による英語活動です。具体的には、幼稚園で年間2回、小学校低学年では教育課程外に年間10回、中学年及び高学年ではそれぞれ年間20回程度、ALT の指導による英語活動を実施しています。さらに、市内の小学校3年生から6年生を対象に、年間5回、会場は中央公民館で ALT の指導によるキッズ英語を開催しています。参加人数は20名程度ですが、楽しく参加いただいています。次に、英語のリスニングについては、英語教育において音を聞き取り、つかむ、リズムに慣れ、親しむ点でとても重要と考えています。また、幼少期の音について、さらなる充実をすべきとのことですが、議員もご承知のとおり、公立幼稚園および公立小学校の教育はいずれも文部科学省の教育要領、学習指導要領に定められています。よって、子どもの可能性を増やすという点で、キッズ英語の対象年齢を引き下げて実施できないか等、検討しますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。健康福祉部長。幼児期の外国語リスニング学習について、
保育園認定こども園部分についてお答えいたします。保育園認定こども園では国が定めた保育所保育指針に基づき運営を行っています。そこでは言葉について経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養うとしており、これを達成するために保育士や友達との会話や絵本物語などを通じて聞き想像する楽しさを味わうなどの内容が示されています。市内の保育園認定こども園も園に子ども園においてもこの指針に基づき保育の方向狙い季節行事などを織り交ぜて1ヶ月の保育内容をまとめた月案、1週間の保育内容をまとめた週案、1日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、これらに沿って保育を実施しています。1点目の英語の語学力向上のための施策についてですが、保育所保育指針において英語学習が明記されていないことから、公立園では特段何も実施していませんが、私立保育園においては月に数回、専任講師による英語教室を実施しています。2点目、3点目の英語のリスニングの重要性と学習年齢及び幼少期の音についてさらなる充実をとのご質問ですが、英語には日本語にないたくさんない音がたくさんあり、小さい頃からそれを聞き分ける力を身につけることは大切であると考えますが、その学習年齢について明確な方針は持っていません。幼児期は人間形成の基礎が養われる極めて重要な時期で、健康、人間関係、環境、言語、表現の5つの領域を根本にして、遊びを通じて5領域を学ぶことで生きる力を育てなければなりません。従いまして、議員ご提案の英語のリスニングについてすぐに取り組むことはできませんが、公立延長会でどのような取り組みができるか検討しますので、ご理解をお願いします。21番岡君、再質問ありますか。21番岡君。はい、ありがとうございます。順を追って一つ目からちょっとお聞きしたいんですけども、ALT 年、幼稚園が年2回、低学年が10回、高学年が20回、あとそれとキズ教、キズ英語が、ALT で年5回行われているっていうのは、前もお聞きしたんですけども、一つ聞きたいのは、ちょっと観点が違うんですけども、僕とは英語を親しむにはね、英語に親しんでいくっていう観点では、非常に重要なことやと思うんです。ただ本当にその語学力をその子どもたちにその英語としての能力をこれからその植え付けようってして植え付けようというかその身につけてもらおうという観点からしたら、果たして効果はどうなんでしょう。これ目的っていうのは英語を親しむために行っているっていうことでよろしいんでしょうかね。教育長。議員のご質問にお答えします。ALT につきましては、やはり聞くこと話すことを中心にして親しむというよりは英語に実際英会話に強くなるといいますか、そこを観点にしております。であと保育所等にも話がありましたけども、幼稚園等につきましても、例えば、英語に親しむという観点で言いますと、遊戯の時間等に、英語に関わる CD や DVD を流してみんなで遊戯をするっていうふうな方法もありますし、そういう方法につきましてはまた幼稚園長会でお話しさせていただいて取り組んでいただこうかなって思っております。ALT につきましては、先ほど話しさせていただきましたように、聞く話すこの力を重視して取り組んでいます。21番岡君。はい、ありがとうございます。もちろんその公立なんでね、
限界もあるでしょうし、ただ一点ちょっと庭に移ってお聞きしたいんですけども、人間には僕もそう信じとったんですけども聞こえない言語があるのかと、つまり外国の方、つまり、まあ、英語ですね、英語のか英語を聞いて僕たちの年齢で聞こえていない音が果たしてあるんかなって、僕もその話を聞いた時眉唾やったんです。でもね、ふとね、いろいろ調べたんですよ。フランスの方ね、ハヒフゲホっていう発音ないんですよ。 H の発音がないんです。ホテルっていうのをオテル言います。ハヒフゲホっていうのをなんぼ、僕名前ヒロノリっていうんですけども、フランス人の方にマイネームイズヒロノリっていうと、おイロノリ言います。聞こえてるんですよ、ヒロノリって。僕はヒロノリって発音してるんです。でもフランスの方には脳が認識しないんです。ハヒフゲホの発音が存在しないから。つまり音っていうのは実際小さな時にその音域の音を聞いてないと脳がもう認識しない。これはもうそのいろんな諸説ありますけども、実際そのなんて言うんでしょうね、昔はハーフって、今ダブルっていうんかな、ダブルの、まあ、子供たち、まあ、お父さんがアメリカ人で、例えばですよ、お母さんが日本人の、まあ、ご家庭があったとして、まあ、両方同じ時期に言語を覚えさせても上手に使い分けて喋りますよね。あれなぜかというと、その領域の音域をちゃんと聞き分けてるからです。これでも例えば両方の親御さんがあえて英語で喋って後から日本語を覚えたらネイティブのようには喋れないですよ。つまり僕たちには聞こえない音があるっていうことなんです。でもう一つ、もう簡単ですわ。モスキートーンってよく聞きますよね、蚊の音。若い時にはよく聞こえるんですよね。これインターネットで YouTube で拾うと、モスキートーンで拾うとだんだんヘルツが上がると聞こえなくなります。僕試してみたら、僕15ぐらいまで聞こえたんですけど、16から全く聞こえないです。これ不思議な話で、でもこれ実際よくよく考えてみたら、この頃そういえば耳の近く蚊に食われるなって思っとったんですよ。聞こえてないんですね。若い子はもうこの辺で飛んでたら気づくんですよ。聞こえてるから、ブーンっていう音がもう耳障りで仕方がないから蚊がおるなと思うんですけど、僕らこの耳の横じゃないと聞こえないんですよ。だからこれ音を形成してるっていうのをどん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 調べていったら、だいたいティーンエイジの間にそれが確立されていってるっていう、その諸説が多いみたいですね。そしたらそのこの一番でもお聞きしたんですけども、話せるように聞けるようにっていうふうに考えるんであれば、そのティーンエイジの間に英語の同じ音域の音を聞ける耳を作ってあげないと、それを過ぎてしまうとその音は聞けなくなるんです。つまり僕は聞けないんですよ、もう。その音でその時代にその年齢の時に触れてないから、その音域を。でもその音域を触れることによって、脳学者がそれを説明してるんですけども、使わなくなってもその音域の音を大きくなっても聞き取れる種がその中には植え付けられるやろうと。つまりその音域の音を拾える能力を開発するのはその年齢でしかないんですよ。その可能性を分かっていながらミスミス、その教育を与えられないっていうのは、僕はちょっと残念というか寂しい思いがします。それはその国の指針があって、まあ国の指針に従っていろいろやっていかなあかんのは効率当然のことだと思うんです。ただその特色を持ってやっていこうっていう言葉を掲げるんであれば、国の指針と何もずれてるわけではないですよね。英語教育をどん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 これからやっていかなあかんという国の指針に従っていけば、特色のあるものをどん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 市として、市単体として取り入れていくことは本当に必要だと思うんです。だその中でね、そのこの音域っていうものについてね、そのまあまあティーンエイジまでですわね、9歳までの子どもたちが英語を本当に真剣に聞けるような状態になるには、僕この回数では不十分やと思うんです。それについてはいかがでしょうか。教育長。
議員おっしゃる通りで、1、2年生が教育課程外で、10回年間、10回程度という形になりますし、3年生以上でだいたい年間20回というこの程度になりますと週1ないわけです。そういう意味で言いますと、ALT 以外の取り組みの中で、音域を広げるという場合、CD、DVD 等、まあ、学校の方で活用するような取り組みを進めていきたいと思っています。で、今私自身もその音域の大切さっていうんですかね、幼少期における音域を獲得することの大切さっていうのを教えていただきましたので、恥ずかしい話ですけども、また、このことを元にしながら、園長会や小学校の校長先生方にお話しさせていただきます。21番岡君。はい、ありがとうございます。ちょっとこれがね、自分自身はこっちの考え方、音域の考え方が正論やと思うんです。学者の中にはいやそうではないよっていう考え方がいらっしゃるっていうのも事実です。で、そちらっていうのは基本的には今まで日本がやってきた学習と同じ、まず文法から入って、文章を、理解する上で、発音も一緒に覚えていきましょうよっていう考え方のもとに成り立っている教育方法なんですけども、ただ、もうそのこれ以上のいいお答えというかね、踏み込んだお答えはなかなかいただけないとは思うんですけども、ただ分かって、本当に分かっていただきたいのは、その小さな子どもたちとしゃべるでしょう。その橋本市でもすごく英語に熱心な、お母さんたちがいて、その子どもたちとこう触れ合う機会が、何度かあったんですけども、僕自分自身で一番ショックを受けたのが、トライアングルの発音が僕には何が言ってるのか分からなかったです。正直話。僕三角形なんて言うって聞かれたんで、トライアングルって答えたんですね。そしたら、何言うてんか分かりませんと、違うよって言われたんです。違うの、何なんって聞いたら、トライアングルを言われました。僕からしたらもうほんまにショックで、あ、この子らって耳で聞いてるからこない発音するんやって、その僕の子の今真似したんですけど、これもやっぱりちょっとおかしい言われました。やっぱりちょっと違うって。で、南北教えてもうても僕の耳にはそうにしか聞こえないんですよね。だからやっぱりその媒体として僕の頭の中にはまず日本語があって、その日本語のあいうえおっていう母体をその音に近づけてるだけなんですよね。だからその本当の英語の音を知らないんで、その音に真似てる、まあ、よく近い音を僕は脳で真似をしてるだけなんですね。だからそれはそれで、後発的な英語教育、後発的でおかしいですよ、もう耳で聞こえなくなっても、それに近い音はどん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 出せるように人間の脳というのはなってるんやけども、でも、訓練しても、やはりその域まではいかないですわ、正直な話。と僕は思ってます、自分がそうやから。まあ、僕に能力がないかもしれませんけどね。本当に子どもたちがそのチャンス、誰でも持ってるチャンスなんです。その音域をつかめるチャンスが、誰でも持ってるんです。生まれた時から、まあ、10歳超えるまで誰でも持ってるチャンスを、やはりほっといたらそのチャンスはなくなってしまうんですね。なくなってしまう前に、やはり橋本市で小さな時から、そういった教育を受けて、そして世界で活躍できる人材になれるように。しかも何度も言いますけどね、その子にとって英語が必要かどうかなんかっていうのは分からないです。で、親御さんによっては、そんなん必要ないよって言われる方もおられると思います。ただ、その中でほんまに一点、皆さんに分かってほしいのは、できないからやらない。できるけどやらないは大きな違いない。可能性としてね。僕はできるけどやらないっていうんであれば、その子はその子の意思やし、それはもう他のことがやりたい。ただ自分はこの世界に入りたいけども、その音が出せなくて、やりたいけどできないっていうのは、僕それは自分がこの年になって、小さな子どもたちを見ていて、この子らの可能性ってほんまに無限なんやなと思います。だその中で
それを分かっててあえてできないっていうのは、やはりそれは分かってる大人たちの責任やと思うんです。だから話余談になりますけど、中国語の方がね結構喋れるんですね。これ中国の方っていうのは結構英語をペラペラ喋る方多いんですけども、これ調べてみたら面白いんですよ。これもねよく似た音域で話しとるんです。ほんで面白いんですけどね、音域でもね日本人でサッカー選手海外行ったインタビュー受けたらすごく悠長に喋ってるのたまに見かけません？すごいなと思って見るんですけど、イタリアなんて行くと特にそうなんですけど、ちょっと音域はイタリア語の方が高いんですけど、何が違うかっていうと、イタリア語の母音の発声がアイウエオなんですよ。すべてローマ字表記、日本語でした、日本語の、日本語の発音とよく似たローマ字表記でイタリア語は読むんですね。で発音もよく似た発音なんです。全く一緒じゃないですよ。やっぱり日本人喋りやすいんですよね、ローマ字読みで読むんで。でも英語っていうのはローマ字読みで読めないんで、日本人馴染みがないです。僕一番最初に小学校の時にローマ字習って、中学校1年生の時に初めて英語習った時、スミスの TH がなんで数なんやって僕しばらく悩みましたからね。数は SU 違うんかなって本当に悩んだんです。だから日本語と英語じゃもうそもそも発音が違うんでね、だその音域をやっぱり作っていくためには、その幼少期にそのチャンスを、チャンスの芽を摘まないこと。だからそのできるできない、僕物理的な話もあると思うんです。ただほんまに一点分かってほしいこと、やらなければその子どもたちの可能性をただ潰すだけです。それが教育っていうものは、やはり可能性を切り開くところに教育がある。それをあえて分かっててやらないっていうのは、その子たちの可能性をただみすみすなくしていく。これがね、二十歳過ぎても身につくものであれば言いません。義務教育の年齢の間で身につくものやと今の学者の中では言われている。で実際子どもたちと触れ合ったらそういうのも実感できるんで、橋本氏として特色のある教育の一環としてね、こういったものを、作り上げていく方法が何かないんかな。ただそれでその一点のために言ってます。だから今日いいお答えもらおうとは思ってないです。だからもう最後は要望にさせていただきます。教育長を含め、担当の方から、前向きな意見はいただいてるんですけども、その前向きな意見の中に一つプラスしてほしいのは、やはり可能性は潰すべきではない、そのことだけは 胸の中に置いていただいて、この事業をどうしていくかっていうのを考えてください。1点目の質問は以上です。次に質問項目に、市街地再開発に関する質問に対する答弁を求めます。建設部長。市街地再開発についてお答えします。中心市街地土地区画整理事業については、昭和60年に区域を第1、第2、第3地区に分け、都市計画決定されました。このうち第1地区 7.1 ヘクタールについては、平成8年に事業認可を受け、平成13年より事業に着手しました。しかしその後、市の財政悪化に伴い、平成16年に財政健全化計画に沿った形で、第1地区を先行区域と休止区域に分け、先行区域での事業を進める一方で、休止区域については一度立ち止まり、事業を見直すことにしました。なお、休止区域については、平成25年3月議会の経済建設委員会において、和歌山県の東の玄関口、並びに本市の玄関口である本区域について、幹線道路を整備し、活力ある町を再生すること、災害路を解消し、防災機能の向上を図ること、都市基盤の整備により、良好な住環境を回復することという、土地区画整理事業の目的を達成するとともに、北部開発地とのバランスの取れた町づくり、さらには、駅の拠点性を生かした地域活性化への貢献を実現するために、
事業を継続しなければならないとの考えを報告させていただきました。ご質問の現状の課題と取り組みについてですが、選考区域については、去る平成23年12月の経済建設委員会において、平成26年度末を概政目標とするとした報告をさせていただきましたが、密集市街地における事業ということで、進捗に遅れが生じています。このため、平成28年度末の事業完了を目標に、一層積極的な交渉および工事への取り組みを進めています。一方、休止区域については、継続を決定したものの、厳しい財政状況のもと、限られた財源での事業執行となることから、事業着手は先行区域の基盤整備完了後となり、また事業の長期化が予測されます。そこで、こうした事業の実情を理解いただき、また意向を聞くための関係権利者を対象とした説明会を昨年12月に開催するとともに、引き続き事業化に向けた検討を進めています。次に、橋本駅周辺の事業の実効性についてお答えします。橋本駅周辺は、先にもお答えしたとおり、今後とも事業を継続しなければならないと考えていますが、厳しい財政状況や事業長期化への懸念など、多くの課題があります。こうした中、まちづくりを実現するためには、関係権利者の方々の理解と協力がなければなし得ないと考えています。今後は合理的・効率的な整備内容について、関係権利者の方々との共同の取り組みを通して、検討を進めなければならないと考えています。21番、岡君、再質問ありますか。21番、岡君。はい、ありがとうございます。まず、先行区域、そして休止区域、これ、事業が、枠が入ったのは昭和何年って言ってましたけど、平成8年から進んでるんかな、これは、ちょっと確認したいんですけど、平成8年に事業化されて進んでるんかな。建設部長、はい、平成8年に事業の認可を受けまして、平成13年から事業に着手しました。21番、岡君。はい、約平成8年、約18年前かな、の事業ですよね。そしてこれ、以前、中西議員も質問されてて、その時に、答弁でいただいてたんですけども、確か一般財源からは約1億5000万円ずつぐらいを充てれるんかな、そして残りの事業の残高と比較すると、30年ぐらいかかるっていうような答弁を確かいただいたと、いただいていたというか、お聞きしたと思うんですけど、それはそれで、間違いないでしょうか。建設部長、はい、さっきの議会でですね、一般財源として、まあ、今後、まあ、投資していける金額が約 1.5 億、それから残りの事業費でございますけれども、まあ、事業計画上でいきますと、まあ、44億ということになっているわけでございますけれども、まあまあ、今後の状況によっては、まあ、増える傾向もございますので、まあ、大体その今おっしゃられたような形の年数がかかるという形でお答えをさせていただきました。21番、岡君。はい、それの中でね、僕も非常にそのお答えを聞いて思うことは、そのまあ18年前、まあ、18年、15年ぐらい前から始まった事業、そしてあと30年、約、まあ、約50年近くかかる事業になってくると思うんです、このままでいけばね。その中でね、その都市の魅力とかビジョンとかって、30年先まで持って事業できますかね。僕、そこが
すごくこの再開発、もちろん財政具合もあるし、過去の経緯ももちろん議員として、たくさんねご説明もいただいて理解してるんです。そして今現状、本市の財政状況も踏まえてそれは致し方ないんかなっていうのももちろん理解した上なんですけども、あの一番気になるのは30年後先のビジョンっていうのを果たして持っていけるんかなと。でそれに向けて今こう都市計画と、すみません、再開発を進めていくんですけども、その頃には僕正直な話、あそこの地域の方ってご高齢の方はたくさんいられますけども、果たしてその再開発を最後まで見られる方いらっしゃるんですかね。新しい橋本市の東の玄関口というの、いや、あの部長にそれを問いただしてるわけではないです。あのただ自分自身はそれはないやろと。僕もその頃になったらもう70、もしかしたら過ぎてる、もしかしたらいないかもしれないです。ここで質問してる自分自身も見れるかどうかわからない計画にビジョンを持って取り組んでいくっていうのは非常に難しいと思うんですよ。でそこでね、やっぱりそのお聞きしたいのはね、この先行区域終わって、じゃ あの休止区域、今休止区域ありますよね。で、まあ、あの一旦立ち止まして事業見直しも踏まえてやっていかなければならないっていうんですけど、どういった事業の見直しを今行っているのか、それちょっと教えていただけますか。建設部長。はい、まあ、現在どういった形の、まあ、整備を進めていくかということについて、まあ、あの検討しているところでございますけれども、これは、まあ、あの例えばの話なんでございますけれども、あの現在、まあ、区画整理事業といいますのは中断移転ということで、まず一旦建物を壊しまして、それから仮に移転をしていただきます。でその後、まあ、造成をしまして、それが完了した後に、まあ、元の場所といいますか戻っていただくという、まあ、方式を取っているわけでございますけれども、やはりあの一定の区域で進めておりますので、あの移転がなかなか進まないということになりますと、その、まあ、中断移転といいますか仮住居の期間が非常に長くなるというような状況にもなってございます。まあ、これがあの事業の長期化の一つの、まあ、原因でもあるわけでございますけれども、そうした中で、まあ、直接移転ということで、あのもう元の場所からはあの若干その場所が変わるわけでございますけれども、あの直接別の場所のところに移っていただくというような、まあ、手法もございます。ただ、まあ、これにつきましてはあの住民さんの合意でありますとか、また用地の問題とかということもございますので、まあ、非常に大きな課題点が、まあ、あるわけでございます。まあ、そうした検討でありますとか、あるいはあの、まあ、現在ある道路を主体にした整備をすることで、例えばですけれども、その今ある建物を残していただけるような方があるんであれば、まあ、そういった方法とか、まあ、ちょっといろいろ、まあ、角度から、まあ、検討を今進めているところでございまして、ちょっとまだ具体な形での整備内容というのは、まあ、案として出てきていない状況でございます。21番岡君。はい、ちょっと難しいというかいけずな質問してすみません。正直な話ね、この活力あるまちづくりとか、こう僕ほんまに自分自身も非常に大事だと思うんです。自分自身も、まあ、市内で、商売もしてますし、町自身の活力がなくなりますとね、商工業も含めて全てがどん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 、縮小していく、そういった中でやはりこう再開発等のまちづくりっていうのは重要なキーワードになってくると思うんです。で例えば河内長野市さんも、もう数十年前、数十年、20年ちょい前かな、再開発されて、そして、三日市町さんも、再開発されましたよね。これ三日市の駅前の再開発に関しては、これは民間でやられたんかな、これどういった形で、本市とはどういった形で違うんかな。これ三日市ってかなり後発的に、街づくりをされたと思うんやけども、自分の意識の中では、この財政のない不況の中でよくやりきったなっていうのは、本当に三日市に関しては本当に思っとるんです。それどういった手法で三日市はされたのかご存知でしょうか。建設部長。すいません、ちょっと勉強不足でございまして、詳細については存じておりません。21番岡君。はい、僕もちょっと気になって、ちょっとだけ僕も調べたんですけど、ちょっと資料なくて、ただ民間でされてやりきったっていうのはちょっとお聞きしたんです。
ただどういう手法でやられたんかっていうのはちょっとわからないし、その再開発のその行政がどないやってその入ってるかっていうのもちょっとわからないんで、まああのここではあまり詳しいことは言えないんですけども、まああの民間活力を活用しての再開発とはちょっと違うんかもしれないんですけども、まあいろんなやり方がいろいろあるんやろうなとは思うんですけども、ただ本当に今のままではこの橋本駅の前っていうのはおそらく本当にこう変わらず、ただ人口だけが減っていって、本当に塾、まあ塾ができるのは別に悪いとは言いませんけども、他の商売ができるような状態ではなく、こう人の集まる場所でもないような状況にどん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 年々なっていってます。実際橋本市年間だいたい500人ぐらい人口が減少してるんですけども、あと30年かけてやったら、まあ単純計算ですけど1万5000人橋本市から、もちろん人口を、ね、止める施策について一般質問も、多くの議員さんされてますんで、成功すると信じて、まあ、約1万人減ったとします。でもそれでもやっぱり橋本の駅前って人口がどん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 減っていって、どん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 こう商工業等がやりにくくなっていくのに、30年後のビジョンに向けて町を開発していくっていうのはもうどんどん縮小でしかないんかなと。そしたらやっぱり自分としては今あるその、まあ、休止区域について事業見直しのお話も出てましたけども、やはり今のままのその行政主体でやっていくのには限界があるし、しかも30年かけてやっていくのに、僕はその果たして何かこう費用対効果が生まれるのかなと非常に疑問に思うんです。それは再開発を否定しているわけではなくて、やはり再開発を行うんであればやっぱり10年から15年長くてもねぐらいのスパンの計画を見据えて今後建てないと、橋本市の駅前っていうのは活性化していかないと思うんですよ。それでも長いですよ。僕としては10年以内にやってもらいたいんですけど、ただその議員として財政状況も分かるし、いろんなこともお聞きしとるんで、それは難しいんですけど、だからその今日一番聞きたかったのは、やはりねその新首長になられて、平木市長になられて、その以前からの再開発、もちろん木下前市長も、一生懸命再開発についてはさまざまな案を出していただいて、そして尽力いただいて、今ここまで、先行区域がやっとねもうじき完了するところまで、こぎつけていただいたんですけど、やはりね、新市長になられて、もう次のもう言うたらもうその次のステップとして、やはり今の現状のままではやはり、スピード不足、そしてさらなるその再開発をこう進めていかなければならないと僕は思うんです。でその中でその市長の新市長のお考えっていうのかな、再開発についてもうさらなるこう尽力を注いでいただいて、こうやっていただけるのかどうかね、ちょっと一度お聞きしたいんですけど、よろしいでしょうか。市長、小川議員の質問にお答えをします。今現在、市街地開発事務所である建設部とこうヒアリングを実施をしております。で今現在今後の進め方をどうしていくのか、開発をやめた場合のリスクはどうなのかということも今、検討をしているところであります。結論的には進むも地獄、やめるも地獄というふうな結論です。やめたとしても地域計画であるとか、いろんな問題が出てきまして、で法律的な問題もあり、賠償問題に発展する第一工具の中で、そういう問題もあります。そういう中で今現在指示していることは、国あるいは県にしっかりと情報を取りなさいと、その中で何かいい方法がないんかということを探してきなさい、そして情報を取ってきなさい、でまずそういう中でどういう方法があるのかっていうのを考えていきたいというふうに思っています。戻るも地獄なんで、現在やめるという判断はしておりません。
で、その中で、まあ、先ほど部長答弁しましたように、なんとか第一校区については、28年を目途に進めていきます。ただ、今回、まあ、28年度完成のようなお話もあるんですけど、実は28年度中の完成は無理じゃないかなと。まだ実際に協力していただけない地域も、ところもあります。所有者の方もいらっしゃるんで、まあ、とにかく第一校区については、まあ、交換金の問題等もありますから、なんとか、第一校区については、28年度という目処にして、取り組んでいきたいと思います。で、市街地の方につきましても、実際地元の皆さんがどれだけ協力をしていただけるのかっていうのが、これから進めていく上で大きなポイントになるんかなというふうに思ってます。13年から事業を開始して、まあ15年経って、まあ、15年でやっと第一校区というふうになりましたら、事業費以上に、そこの固定経費がその分どん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 かさんでいくという問題もあるし、という意味ではある意味、もう少し短期間で協力していただければ、もう少し財政的な負担も圧縮できたんかなというふうに思っています。市街地についても同じように、やっぱり住民の皆さんがどの程度協力をして早期に開発していけるのかっていうところも、これはもう大事にしていかないと、これもまた10年かかるとか30年かかるっていうのは、事業費ベースで 1.5 億ですけども、実際にその他の経費を合わせますと、また相当なお金がいるっていうことなんで、いかにして短期間でやり遂げるかっていう方法をこれから考えていかなあかんのかなというふうに思ってます。確かに、民間の力を借りたいという思いもあります。以前、デベロッパーが来ていただいて、進めておりましたけども、結局はなかなか進まなかった。まあ、その中で、もう一度果たしてそういう方法がないんかっていうことも検討したいと思いますし、これから、国土交通省の方でもいろんな事業が、これに対して出てくると思いますし、まあ、国への働きかけもしながら、県とも連携をしながら、そういう分ではいかにして早くできるか、早くできるためにはどうするのかというふうな検証をこれから進めていきたいと思っています。で、国体が終わりましたら、一旦市街地開発事務所を市役所の中へ戻していきます。で、もう一度体制を作り直して、これからの事業についてどういうふうに進めるのかっていうのを、まあ、今はもう全く離れた状況にあるんで、身近においてこれからの事業をどう進めていくのかという検討をしていきたいと思っています。まあ、現在市街地事務所も20人体制ということで、おるんですけども、まあ、もう一度本当にその20人が適正なんかっていう問題もありますし、結局新しい手法をどう開発し探していくかっていう問題をクリアしなければ、この事業、岡議員が言われるように30年かかって、どんなビジョンがあるんよと言われたらもっとも困りませんし、私もそない思います。ただその駅前を本当にその商店という意味で、再生させていくのか、その住宅地っていうふうな形で再生していくのかによっては、まあ、大きなまた考え方も変えていかなあかんのかなというふうに思っています。まあ、現状では焦点としてもうやっていくというのは非常に無理があろうと思いますし、まあ、そういう部分で、まあ、しっかり検討して、まあ、できるだけ近い議会にまた市議会の方に報告をさせていただきます。現状たくさん商工会議所の関係の皆さん来られてますけども、中止をするという判断は全くしておりませんし、できるだけ、前へ進めていく努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご了解のほどよろしくお願いします。21番岡君。はい、ありがとうございました。1点、その
自分が思う橋本駅っていうのは小さいところには都営があって、よく母親に連れられて、商店街行きました。その頃にはまだ皆さん、まあ、奥さん連中ですけど車の免許を持っておられる方が少なくて、僕もよく南海電車に乗って重たい買い物の荷物を持ちながら母親の後ろをちょこちょこついていったのを覚えてます。その頃の橋本駅を別にそう懐かしく思ってそれを取り戻すためにこうやっていくんやっていう再開発ではないと思うんです。ただ自分自身思うのはやはり橋本駅前のあの商店街をこう復活させるっていうよりは新しくねやはり住み分けのできた橋本の駅前でのこう商売のできる場所っていうのかな、ちゃんとこう町づくり住民の皆さんが住む地域とそして新たにこう商工業ができる地域の住み分けっていうのかな、そういったものもきっちり目指していかないとやはりこう再開発したけど住む人がいなくなって駐車場だらけになってしまうようなビジョンというのは非常にこう寂しいんで、やはり地域の方々そしてその地域の方々とこう寄り添うような形で、地元もしくはもう地元の人も地元だけではないです、これから商売をしようという方も含めてね、やっぱり橋本駅前のにぎわいをこう新たに作り上げていくこう再開発のこうビジョンっていうのを持っていかないと、やはり最終的にはきれいになったけどもきれいになってよかったね、それだけで終わってしまうような再開発っていうのはやはりこう橋本市にとってプラスにならない、やはり、地域の活性化、そしてあの地域は特に橋本の駅前って言うたらもう本当に駅近で一等地、本当に住むにも便利、次は買い物にも便利、こういった形を取ればあの地域には自然と人が寄ってくると思うんです。それはもちろん、行政が、もちろんその主導を握っていかなあかんと思うし、市長も同じお考えであるとはおられるとは思うんですけども、やはり本当に最終的なビジョンっていうのは、市長もずっとおっしゃってた買い物難民の方もこれから出てくると思います。そういった中でやっぱり橋本の駅前に行けば、何でも揃うよって言ったような時代もあった。で、今後再開発したときにあそこに行ったらあそこで住んだら便利やし、そして、買い物も歩いて行けるよっていうような街づくりをねこう目指していただけるようにね要望いたしまして、私の、一般質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。21番岡君の一般質問は終わりました。この際3時55分まで休憩いたします。